とってもとってもとっても面白かったです。その宇宙がそんな、思ったより大きかったのがとっても面白かったです。印象に残っているシーンとかありますか？特にありません。わかりました。見ているだけでも大変でした。あれは旅行って例えていいのか、よくわかりません。他は大丈夫ですか？あ、大丈夫です。残したこととかないですか？ないです。はい、前澤さんは、すぐ宇宙に行きたいと言ってからたったの数年でやっぱさすがだなって思いました。で、そして前澤さんのノーウォーっていうところから、僕もその戦争をなくすっていうことに向かって生きていきたいなって思いました。前澤さんのさ、トジェットのさ、やつがさ、めっちゃかっこいいから、それで宇宙行ってさ、なんかさ、見たらさ、光があるのが眩しそうだったけどさ、眩しくなかった。僕みたいな人間でも出ていけるっていう夢や希望を皆さんに見てもらえるんじゃないかなと思います。異国の地で過酷な訓練を乗り越え、12日間の宇宙渡航に挑んだ民間人前澤友作。彼が宇宙で叶えたかった願いとは。諦めずに、誰が何と言おうが、みんなの夢を叶えてほしい。僕が宇宙に行った理由。